うん、意識してること、うん、いいですね、はい、大丈夫かな、はい、基本僕はあんまりスピンは打てないので打たないので、もうスライスかフラットで基本、ファーストはフラットかちょっとスライスぐらいで、セカンドはスライスとスピンの間みたいな感じ、グッといくんじゃなくて、どっちかというとあんま跳ねすぎずでもこう落としたいんで、回転少しかけて相手の嫌なところ、そんなことないけど、まあ、自分で自分のハードルを上げるわけにいかないんだよ。そうね、サーバーのいい方じゃないと思うんですけど、じゃあ、 あのワイドにフラットですか。よりはちょっと今のフラットをしたんです。回転が少し入ってるけど、うん、フラットに近い感じで速いっていうイメージのファーストが多いかもしれない。それだったら同じ感じでセンターにイメージとしては出るんで、これで結構使う打ち上げてます。ちょっとスライスなイメージ、あんまりスピードは変えないようにしてて、ます そ, それよりちょっと回転かけるイメージなんで、うん、あんまり変わらないかもしれない。回転かけるときに気をつけるポイントは、そうですね、僕はボールをちょっと感覚的になるんですけど、うん、ボールをこう潰すイメージ、潰すイメージね、キュンってこうカットするってよりは、どっちかっていうとしっかり厚くガンと当てた後に踏み切るってイメージがある、ね、で回転をかけるからといってこう撫でに行ったりっていうよりは、どっちかっていうとちゃんと振り切る、うん、でスマッシュと一緒でちゃんと肘から振ったり、うん、でボールの上から当てればあの何とでもなるので、うん、ただなんか回転をかけるからって言ってこうちょっとこう丸まっちゃう人とか多分いっぱいいるんですけど、うん、僕のイメージはどっちかっていうと上に打つイメージです、うん、ハードは、うん、フラットでも回転でも一緒なんです。じゃあトスの位置は、トスの位置は基本的に僕はできるだけ右です。あのファーストとセカンドで前後の位置は違いはあるでしょ。あ、そうですね、セカンドの方が少し体に近い、そうですね、うん、ちょっとイメージの近くした方が回転がかかるので、うん、どっちかっていうと殺しに行くイメージなんですけど、うん、にボールを、うんうん、まあ基本は上にっていうイメージですかね、うん、一番大事にしてるの、なんで胸をボールにぶつけにします、うん、うんうんうん、こういうイメージ、うんうんうん、そうだったらあーってセカンドでも打ち分けれるんですよ、うんうん、イメージで結構セカンドでも攻めたりします。